はい、それではですね、次戦解説のコーナーに参りたいと思います。まずは小林剛選手の次戦解説です。小林剛さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、小林選手がピックアップした曲は、12月20日の木曜日、パブリックビューイングが開催されていました、この日の1回戦目の何の1曲、この手配から見ていこうということです。対戦相手は、チームライデンの萩原正人選手、セガサミンフェニックスの茅森さやか選手、コナミマージャンファイトクラブの前原雄大選手、そしてユーネクストパイレーツの小林剛選手、この4名で戦っている、そういったところですね。はい。はい、まあ、この日はですね、4位から7位が直接対決をする日で話題になっていたんですけれども、対局始まる前にこのポイントは意識されていましたか？全くしてないですね。全くしていないですか？全くしてないで、この時って今よりも点差縮まってたぐらいだったと思うんでね、はい、特にそんなにポイント動いてなかったし、ほぼ初日と同じぐらいの感覚だったと思いますね。はい、はい、それでは実際のこの対局を見ていきたいと思います。はい、何の一局ですね。ここまでですね、萩原選手に1万2000点の報酬などがあり、9100点で迎えた親番です。さあ、動画動くでしょうか？はい、いきます。はい、いきます。やります。はい、この親が終わるとまたラスかなってとこですね。はい、はい、スタートです。現状は茅森選手の3万8700点がトップ目です。ドラがなんで、さあ、ハイパイがこちら。ハイパイいいですよね。まあまあ、単ヤオ系で良さそうな感じですね。はい、でこれはもう絞ったりしないで、厄介から切ってって、自分がリーチスモで高い手を上がろうっていう感じでしょうかね。まずは加点しないともうどうにもならないという、そういう親番です。はい、さあ、前原選手の手にドラが1枚、ドラの難が1枚と、シャーチャでシャトンとシャーが統一ですね。はい、そしてこのですね、ドラ表示牌のトンが打たれまして、早速前原選手が動きました。はい、前原さんが仕掛けてこんな形ですね。で、結構遠いんですけど、まあ、シャーが厄介であることと、これはスピン塚掃除の本一かトイトイかみたいな感じでしょうね。ただ実際はまだとりあえずドラ表示牌を泣いてこっからっていう感じでしょうね。まあ、まだいきなりその脅威に感じるほどではないということですか？ただまだわからないというところですね。ただこの仕掛けを受けましてで、こちらですね、この順目にドラの難、まあ、いわゆるションパイを持ってきましたけれども、はい、実は これが話題のというかここが今月の位置だと。大したことないですけど、なんとまだ20目のここが、ここで何切るかですね。トイメンの2着目前原さんがおたかぜのトーンを鳴いていると、はい、2巡目ですね。で、この手無難に行くならパーピンとかパーソーとかハクとかですね。はい、で、この厄介絞りながら行こうっていう時はもうパーマン9万とかもうないこともない、まあパーピン、まあパーピンですけど、で、じゃあどうしようかなと。ただ小林選手の選択は、その一番最初に上がった3つからは外れるということですかね。なんとドラの難をつもぎりました。はい、これがですね、これが我ながらよく切れたなと思うんですけど、正直言ってこれドラの難泣かれたらすごい困るし、まあ難泣かれたらさすがにこの形じゃ戦いにくいですからね。ということで難を絞るのが普通かとは思うんですが、これ僕がもし難を絞った場合に、おそらく難切るのってすごい後になるんですよ。そうですね、シャンテン数もまだ時間かかりそうですし、うん、ネックも多いですしね。まあ、仮に吐くパーピンパーソーって切っていって、はい、中盤に難切りにくいからパーワンキューワン切ろうかななんてなった場合にね、難を切る手配っていうのが多分8巡目とか10巡目とかもっと遅くなるかもしれませんね。そうするとその頃には前原さんが難統一にしているかもしれないと。今切らないと相当遅くなっちゃうなっていう感覚なんですよね。で、普段ならそれでもいいんですが、上がらなきゃいけない親番っていうのを考えると、もうこの難の重なりを、前原さんが難を重ねるのをわざわざ待ってあげる必要はないという、
ことで、普段より早めに切ったということですね。そう言ってもなかなか切りづらい灰ですよね。これはね、結構考えて、今思ってもよく切れたけど本当に切ってよかったのかなもわからない、はい、ではアンケート取りたいと思います。石橋選手と朝倉選手に、この段ここでつもぎっちゃうよという方は挙手お願いします。切りません、はい、少数派です、うん、また次で切るかもしれない、うん、そう、白の次、はい、まずは白から、とりあえずそんなに遅くまでは引っ張らずに白を打っといて、次に、まあ、よほどのなんか変化がない限りは切りますね多分、はい、次引いてきた牌が安全牌とかでももう大体入れ替えが、安全牌はつもぎる、それはつもぎる、まあ、ただすごはい、この難切りはすごく分かるんで、まあ、前原さんがね結構1枚持ってそうだなって思うんですよ、まあ、ポンされるかもしれないですけど、はい、うん、まあ、なんで、まあ、その場合はね あんまり重ならないんで、まあ、その場合向こうにもあんまり重ならないんですけど、うん、まあ、こっちはもう赤市で結構打点、ね、もうリーチ前提で手進めればいいんで、なんで、まあ、向こうが重なるよりはいいかなっていうのは分かるんで、前原選手が1枚持ってそうだなっていうのはどういったところから考えられるんですか、はい、やっぱりトーンをポンして手配が中ちゃん牌だらけっていうのは考えにくいですよね、だったら単品狙うじゃないですか、はい、なんで、まあ、難が統一でなかった場合はじゃあどんな手かなってなると、まあ、本一だったり、ちゃんただったりなんですけど、まあ、切り出しがパーマン9番なんで、まあ、ほぼほぼ本一 でドラが難の時にじゃあそういうトンから仕掛けドラ表示牌ですけどトンから仕掛けるのってまあ赤があるか役牌があるか、まあ一番仕掛けやすいのが、あ、ごめんなさい、手牌が上がりに遠い時に一番仕掛けやすいのが、はい、ドラの難が1枚ある時だと思いますね、重なった時に高くなる、そうそうそう、なんで、まあ、遠くて高い手で一番持ってそうなのが難なんで、まあ、だったら重なったら上がりに近く重なって自分が切ってポンされたら上がりが近くなる上にすごく高くなるんで、それは嫌ですよ、ね、なるほど、このパーマン9万の前原選手の手出しだけでもそういった情報がもう出てくるんですね、うん、なんか絞らせながら自分はゆっくり高い手を作るっていう感覚ですよね、おそらく、うん、まあすごいこの2巡目でもこんなに情報が出ているものなんですね。朝倉選手もやはりそのようなイメージはパッと抱かれますか。そうですね、まあ、前原さん、僕はもうぶっちゃけ前原さんが難を持ってるか持ってないかはあんまり分かんないと思うんですけど、まあ0枚の時もあれば2枚の時もあるなっていう感じで、トンがドラ表示牌じゃなかったらさすがにちょっともうちょっと読みはできるんですけど、ドラ表示牌からだとちょっとこれ泣かないと結構上がれない手っていうこともあり得るんで、まあ単純に前原さんシャーチャでシャー統一でしたけど、はい、まあ、そのシャーの統一があって難が1枚もないとかいう手牌も全然あると思うんで、本一シャーみたいな手の、まあ、トイトイと本一両天秤みたいな感じのやつとかもあると思うんで、1枚2枚0枚のどれが多いっていうのは僕は正直あんまりよく分かんないんですけど、まあなんかその分かんないんで、とりあえずまあ自分の点数状況と鉄合でまあ一旦無視して、まあとりあえず1枚だけ白を切ってから一瞬だけ重なり見て、すぐなんかリーチのリーチ手順でロスないように次何を切るかなっていうぐらいのイメージですね。なるほど、はい、そして小林選手はここで難をつもぎって、まあ、やはり泣きは入りませんでしたね、うん、そうですね、本当これは自分どうせ難切るのは自分だけだろうっていうのもあって早く切りたいを優先したという感じですね。それは他のトップから3着の選手、この点数状況だとドラを切りづらいというそういった思考がありそうですか。多分この状況で、うん、萩原さんと茅森さんは結構絞るんじゃないかなと、ここで前原さんにドラポンして跳ね回られたりしたら大変なんで、結構他2人は絞ると思うんで、うん、なおさらもう自分が切るしかないで、切るなら早く切ろうっていう感じでしたね。いやしかしこのシャン点数が3シャン点というところからションパイのドラナをぶった切りっていうのは視聴者の方もねあまりしたことがない方もいらっしゃるかと思うので、ここは一つやはり勉強になりますね。
普段なら切らないけど仕掛けがあったからこそ切ったというちょっと珍しい感じですかね、はい、じゃあちょっと進めてみます。はい、さあドラムガンが切られて、ただこれ周りからしても展望を持ってない親がもうドラ切ってきたとってちょっと緊張が走りますかね。まあでもやる気なんだなっていうのが伝わったかなって感じだと思いますね、うんうん、さあ実際にやる気は十分です。はい、こうやって何拍って切るとね、赤持ってそうだなと思いますよね。単品赤っていうイメージが、うん、ありますね。拍なんと切るより強いと手配が整っていることが増えると、うん、何が重ならなくても打点の最低限の保証はあるんだなっていうイメージがあるんで、まあ悪くて単野が確定してるか赤一かっていう感じですね。こんなバラバラとはね。まあ赤一ありますね。ただこの小僧積もは嬉しいですね。そうですね、今のも3万切るか9万パーワン切るか両層か迷うとこでしたけど、うん、マンズの上は切りたくないですね。まあ、確かにみんなの切り出しがこのマンズからの切り出しなんで、まあ、ペンチーワンとかその辺は結構残ってるかもしれないし、まあ、9万は安全だし一瞬2枚打たれました。で外すと、まあ、この順目2枚切れでも結構山に2枚残ってれば普通のペンチャンなんで。さあそして前原選手、翌杯の中も重なりました。ただやはりまだ形苦しいですね、はい、バー全体には非常にマンズが安くなっています。もう小林選手はこれは仕掛けはどのように考えてましたか。仕掛けは多分まだしないんじゃないかなとは思いますね。まだ何も泣いていかないですね、はい、なんかこうイメージだとパーピンポンとかもう動き出しちゃうのかなっていうのもありましたけど、さすがにこの手は勝負手に仕上げたいと、うん、この点数状況2900上がっても大して変化がないので、はい、ギリギリまで泣かないと思いますね。さあここで手が止まっているのはリャンマン以外に切る選択肢があったということですか。これはおそらく、ポンするかどうかですね。で前原さんが今数ピン切ったので前原さんの手はややソーズっぽい、まあ、本一ならマンズピンズよりはソーズだろうということで、この萩原さんがもし数層かパーソー切ったらチーされないように先にポンって言おうかなっていう証拠ですね。なるほど、何を泣くかを整理していたんですね、だからおそらくこれパーピンやウーピンは泣かないですけど、スーソーとパーソーはポンした可能性がありますね、うん、さあここでイーシャンテンとなりました。これもではサブローピンのテンパイはまだ泣いてまだ取らないですか。ローピン2枚目になりましたけれども、テンパっちゃった、もう問題なく、あ、しまった。はい、現状ですね、ソーズがまだ少し特に244のところ、そしてパーピンの重なりのところが愚形残りでしたので泣くっていう選択もあったかなと思うんですけれども、まあ、泣くことと、あと実はその前順のウーピンですね、はい、前原さんに対してソーズを先に切ろうか迷ったんですよね実は、はい、で実はウーピンを切らずにリャンソーを先に切ろうと思ったら切らなくてよかったなっていうやつなんですけど、うん、おそらくこれは想像を先に切りたいっていうのと、数層はポンしといた方が良さそうだなを考えてウーピン切りでしたね。あそこも地味に難しいですね、うん、一巡前のウーピンが結構難しいですね、うん、なんか三道数層どっちも悪いなら三アンコも一応残るし、前半さん赤ウーピン積もぎるかもしれないとかちょっと欲もあるんで、うん、あとこの244残すってことはテンパイ打牌を想像の4か7切りますよっていうことなんで、それの切り遅れも怖いんで ね、だからテンパイ打牌ウーピンの方がまだマシなんで、前順のリャンソーは本当切ろうか迷いました。しかし結果は大成功ですね。結果は大成功、はい、行行の3層を引いてここでリーチですか。これはリーチですね。あとはまあ4を切るか7を切るかどっちを切るかが、この4を切るか7を切るかどれぐらい差があって、どのような思考で選択したんですか。どっち切ったっけな。あれ今考えよう、今考えよう、答え合わせしましょう後で。まあ
あのポンされないようにするなら2枚使ってる4を切った方がいいんですよね。7の方が2枚で持たれてる可能性が高い。ただカンチャン8を3枚持ってるのでカンチー層はあんまりない。まあカンスー層のテンパイはあるかもしれない。あとは自分のステアにソーズが切れてないので4ギリリーチだと147が切りやすくなってしまうけど、7ギリリーチだと1と4はまるで通されないで済むと。ということで僕は7を切りそうな気がしますが、はい、自信はありません。ではここでアンケートを再び取りたいと思います。4か7どちらを切るか、4を切ってリーチするという方挙手をお願いします。では7を切ってリーチする方という方は挙手をお願いします。あ、今心が一つにギスギスしていた控え室もこれでじゃあ皆さん7を切ってリーチされるんですね。まああの、はい、数層切ってリーチすると萩原さんがイーソー合わせちゃったりしてチーって言われるのがやっぱりちょっと嫌なので、まあそれが嫌ぐらいですかね。まあ今テンパってるとはほとんど思わないんであれですけど、チーソーがポンされるテンパイを今捉えることって、まあ、そんなに多くないと思うんで、あの川だと、まあ、今前原さんがチーソーポンできるイーシャンテンになってることっていうのはかなり少ないと思いますんで、はい、やっぱりイーソー合わせられるの嫌ですね僕は。なるほど。では実際に小林選手がちゃんとチーソーを切ってリーチしてるかどうか、ちょっとね今でも不安でしょうがないですねちょっと見ていきましょうか。動画再生お願いします。まあ、ただ今言ったその前原さんが多分テンパってないっていうのはこのピンズ46を切ったところなんで、これでちょうど手の内が想像と自敗で埋まってテンパってることは確かに少ないですね、はい、自敗も何も手の内から切られてないんですね。本質としては非常に弱いと言えると、まだだと思います、はい、さあチーソー切ってリーチ考えてますねおはよう、まあ、安心するところ自分でも覚えてないんでね、うん、ああよかったってなるんですね、はい、しかも結構考えてたからね危ない危ない、ちゃんと切ってた。はい、チーソーを切ってリーチしました。あとあれですね、パーソー自分であんこだから、そのカンチーソーとかペンチーソーで中小中入ることも少なそうですね、萩原さんが合わせて。そうか、これ4ギリリーチだと萩原さん4を合わせてた可能性が結構あり、うん、結構ありますね。そうするとどうなってたんでしょう。何も起きてないですねイメージ以上に遠い仕掛けでしたね、さあそしてこの日パブリックビューイングも行われてましたので、こう右下にパイレーツを応援してくださっているファンの方が、ね、はい、どうですかこのパブリックビューイングっていうのは少し気持ちに変化があったりしますか。マージャンの内容はあの変わらないですけど、はい、うん、気持ちに変化というか、ね、今応援されてるから、うん、はい、いつもよりこうちょっと興奮したりとか絶対に負けられないなっていつもより強く思ったり、僕は結構常に興奮してるタイプなんで、あ、いつも興奮してらっしゃるんですか、はい、いつも興奮してます、小林さんと違って麻雀、はい、中は多分あんまり気になってないと思うんですね、うんうん、今日は誰々見てるとかはね そんなこと考えてる余裕はないんで、うん、はい、終わってから、あ、この人見に来てるとかね、ありますよね。さあそしてですね、ここで前原選手が直瀬のシャアをポンして場に2枚切れの難を切りました。このシャアの仕掛けっていうのはどれぐらい あの手が進んでるように見えるんですか。まあ、リーチに対して安全牌になった自敗をポンしてるのでやる気はあるなと、こんなバラバラなことはめったにないと思いますね。まあ、2フーロしてるんでイーシャンテンかテンパイかですかね。実際はまだリアンシャンテンでした。さあこの仕掛け、そして親リーチを受けまして、茅森選手、萩原選手ももうタジタジといったところですね。これはもう無理でしょうね、他、まあ、あのテンパイが入ってない2人は。そしてこのサブローピン、ご自身であの上がれるかどうかっていう、そういったイメージはどの程度持ってらっしゃったのでしょうか。前原さんにはないだろうけど他は分かんないぐらいですかね、うん、あんまりこれは上がれるだろうっていう気は僕はしてなかったですね。朝倉選手はこれリーチしてるとしたらどれぐらい上がれそうだなって思いますか。あの両脇がそこそこサブローピンを、まあ、そこそこ持ってそうではあるんですけど、まあ、前原さんが持ってないっていうのと前原さんが押してくるだろうっていうのがあって割と上がれるんじゃないかと思うんですけど、
で前原さんがここ、まあ、あ調光してリャンピンこれ想像だと思ってたのになんだこれなんだこのリャンピンはっていうのはねこれ不思議でしたね。危ねえ親リーチの筋のリャンピンを先ほど前原選手が切っています。もう想像の方一の天敗ならこんなリャンピンで調光はしないだろうから、まあ、ローソー危ないけどまあなんとかなるかな。でこれ萩原さんもこれローソー切りやすかったと思うんですよね。はい今ローソー合わせた形になりますね。そして手もいいシャンテンになっています。じゃあここでですね前原選手手を崩しました。現状は一人旅です。この手の内からチューンっていうのはもう回ったように見えますかね。このリャンピンチューンがね両方考えて手出しなんでリャンピンが取り落としとか、あ、終わってしまった。さあ積もりました。3ピンを積もってリーチ単野を積も赤そして裏ドラも乗りまして4000オールな上がり。これであのトップもまだ見えるかなと希望をつなぐ4000オールになりました。そうですね。ちょっとなんか途中になっちゃったけどこのリャン、はい、リャンピンチューンはリャンピン1枚だとなんかよくわかんないな。でもチューンが出たことによってこのペン3ピンとかなんかそこら辺がピンズでシュンツかターツがあるところをもう引き気味に打ったリャンピンかなっていう感じでこの切りでちょっと安心したところはありましたね。なるほど、うん、そしてその直後に3ピン積もで大安心と、そうですね、はい、でも感情死んでますけどねこの右側の小林選手とても4セオール上がって嬉しいという感じではあまりないですよね。そうですかね。この時はちょっと嬉しいなっていうのはありました。いやどうでしょうねいつも通りじゃないですか、うん、もう石橋選手だったらもうこれ大興奮ですよね。もうだ顔真っ赤になってますいたーって皆さん4戦オールとかラスとかに、ね、そろそろ慣れましょうよ麻雀長年やってるんでねさあでは以上でこの曲は終了になりますね、はい、あの小林選手はなぜこの曲をピックアップして皆さんにどういったことをお伝えしたかったのですか。あの、まあ、ドラの難をよく切れたなっていう、はい、それだけですなんですけど、あのや、あの普段から使いたい切りたくないドラを仕掛けがいたからあえて先に切るっていうのをよくできたなっていう感じですかね、うん。ついつい残しちゃうと切りづらくなって切れなくなっちゃうのが、うまくできたなっていう感じですね。はい、なるほど。皆様だから切りたい牌はもう思い切って切っていきましょうと、上がりに向かって貪欲に進んでいくのが大事ということですね。そうですね。うん、あのドラだから切れないっていう人いるんですけど、はい、ドラだから先に切ったという珍しいケースだなと、それがたまたまうまくいったんでこの曲にしました。はい。さあでもこの4000オールの曲ぜひ皆様お時間がある時にでももう一度見返してみてください。小林剛選手の次戦解説でした。